占いチャンネルです今日も、えー、ネットニュースでカトパンの、えー、と結婚が発表されてたので、えー、とどんなご主人なのかっていうことあと、まあ、占いでですね今後を予想していきたいと思います。はい、カトパンはですね、えー、と特徴として、えー、とお顔の見た目の 相性診断というのをやってるんですけれどもお顔の特徴として、えーとまあ、美人であることは間違いないんですけども,おもながですよねまずもう第一印象面長で目が大きくてそして口が大きいとそして色白で、まあ、あのファッションはシンプルセレブ、まあ、昔ちょっとギャルっぽいっていう写真も出てましたけれども基本シンプルセレブなのかなと思いますそしてまあセクシーな方ですけれどもこういう女性が選ぶ男性のお顔っていうのはですね ずっとこう来てあの自分とはもう正反対の骨格のしっかりとした目が割とこと細い目っていうかね小さい目の人で、まあ、唇は薄くてまあ、こういうあのこういうお顔じゃないかなと思いますそして彼女が色白ですので色白の人っていうのは色白と相性がいいですそしてえっ、ー、とまああの 雰囲気こんな感じ。年上っってて書いてありまます。す。それは後でちょっと説明します、えっと、年上の、えー、社長クラスの男性であのとてもやり手なこういうお顔をしてる人かなってで彼女がシンプルセレブ系のファッションですのでこの彼もシンプルセレブ系の、まあ、清潔感のある男性なんじゃないかなと思っていてですねで余談なんですけれどもあのネットでなんかで元彼だと言われて。 言われてる。まあ、グループのあのダンサーのダン,ダンスしてる方ですね。その方っていうのはこの、ね、今私が予想したか彼の顔っすごく似てるんですよね。逆三角形のお顔でえっと天中。札も馬羊天中殺でえっとカトパンと同じ天中殺になります。相性も良かったと思うんですけれども、あのまあ。 なんでダメだったかっていうと色黒ですよね彼は黒くて彼女白くてそしてギャルセレブ系なんですねあのギャルセレブ系の人は、まあ、ギャルセレブ系の女性と相性がいいのでちょっとやっぱ雰囲気が違うなと種類が人間の種類が違うなとそういう感じで見ていましたそして、えー、彼女のですねえっ、ー、と天中札空房とも言いますけれどもあの空房の出し方っていうのはあのネット検索でえっ、ー、と 市中水名式で出していただくと空母のところにこう馬羊とかサルトリーとかいろいろ書いてあるのでそれで見ていくと馬羊天駐札のスター星牛年のスター星になります馬羊天駐札の性格としてプライドが高くて目上からとても受けがいいということそして仕事人間ですので仕事頑張ったご褒美に自分自身は恋愛至上主義になります恋愛相手は自分で選びたいとそしてものすごく秘密主義 でプライベートは見せない人ですなので、まあ、この結婚の時に誰も、まあ、付き合ってることすらわからなかったなんて書いてありましたけれどもね、はい、そして、えー、彼女の市中水名を見ていきたいと思いますこういう、えー、山中がこう出たんですけれども、えー、と年間誌がスター星で、えー、とこの月中と日中ですね会合を っていうねものすごく強くてーえっともうほんとに、えー、波乱万丈でものすごく強い気の強いというかねあのしっかりしたのが2つも持ってるのであの見た目に が女性っぽいんですけど中身はものすごい男っぽいとでここも洋館洋館ですのでね、えー、っとものすごい男っぽいさに加えて中身がですねこの「召喚材召喚合材召喚ときてるのでここがトップ変員ときてるすごくもう中身はものすごく気が強くてもう荒っぽいというかね割とやり手の女性なんじゃないかなって。 水がこう来て、ね、結構もう、まあ、クールな感じで落ち着いてるんだけれども中身はものすごい煮えたぎってるっていうかねあのそういう強さを怖さというかを感じますそしてこの彼女っていうのは水の絵,の絵から見た、えー、結婚相手の星日の戸っていうのがどこにもないですね日の戸も日の絵もないので実はそんなにえー うん男性運男性運はそんなに良くないんじゃないかなっていうふうに思いますただまああの結婚相手の人はどんな感じかっていうと日中のところで見るんでここが「おつ」と「と水の」とですね「召喚」と「合材のぼって出てますので、えーとまあ、自分と似たような感じです自分と似たような感じの非常に荒っぽいやり手の 年上の男性ですってことで、まあ、ここにねあの社長クラスそれも本当相当やり手なあのバリバリやってますみたいなそういう人とご縁があったのではないかと推測します。 そしてですね、えー、とまあこの面識をいろいろ見てですね日の戸がない、えー、と気が強い男勝りで、えー、と水の絵と、えー、水に流れるもうよく動くタイプの水の絵との絵ですよねの絵っていうのもものすごくせっかちであのじっとしてませんこれ持ってますので非常に家にじ,あのじっとしてるタイプではないですなので主婦というよりは、まああの 外で働く方が向いいててるのかなっていう感じそしてすごくセクシーであの社会から求められているとそういう社会から求められているのはこのかから見てねこのの助けられてるっていう金賞、えー、水ですからねあの社会から、まあ、助けられてるというところを見るとですねもうちょっとなんか家庭に落ち着くタイプじゃないなって感じを見るとですねちょっと立派 こちらの言葉がちょっと浮かんじゃうのかなっていうのがどうしてもあるんですけれどもじゃあ運勢見ると、まあ、今年はいいんですけど来年再来年2 0 2 2 2 3って非権豪罪独立の星、えー、今の環境を飛び出したくなるというねそういう。 年市周りが来ますのでここをなんとか乗り越えればひとまず安泰なんではないかなというそういうま勝手なあの予想をしてみました、はい、今日はそんな感じですねフラワー占いチャンネルでした